ニコンのカメラ F2、 機械式なのにいろいろな機能がついてます。この動画は説明書がなくて使いこなせない人のための説明です。 T と L のつまみ、それが真ん中になってることを確認してください。普通のシャッターの切り方ですね。右にあるレバーを巻いて、シャッター速度が遅いとシャッターの開く時間が非常に長いです。シャッター速度が速いと一瞬のうちにシャッターが閉じます。次に超スローシャッターですね。 T と L のつまみを T の方に合わせます。シャッター速度のつまみを B に合わせます。セルフタイマーを動かして希望のシャッター時間にセットします。この後シャッターボタンを押すと超スローで切れます。秒単位のシャッターを当てたい、その時に使います。セルフタイマーの使い方は、フィルムを巻き上げた後でセルフタイマーレバーを動かします。セルフタイマーレバーの上にある小さいボタンを押すとタイマーが動きます。シャッターが切れるまでの間にあなたは車体の中に入ってください。ミラーアップはカメラ左側のレバーを動かします。特殊なレンズをつけるとき、ミラーアップの振動を抑えたいとき、そのときに使います。